アルビノデカネパの羅針儀、改図、1489年。ジェノバ共和国の領土、植民地、公易地などを示した地図。アルビノデカネパの羅ギ・儀イ図は、1489年に制作されたとされる羅ギ・儀イ図。アルビノデカネパは、ジェノバ共和国の人物。カネパや、この地図の由来について、詳しいことは分かっていない。この地図は、 クリストファー・コロンブスの1492年の航海より前に制作されたものである。そこにはジェノバの船乗りたちの航海についての知識が反映されており、またおそらくは15世紀のベネツィア共和国の船乗りたちの知識でもあったものと思われる。地図は彩色されている。海岸線は赤茶色で引かれている。山は緑色、一部は 緑がかった茶色になっている。また、グラナダ王国やノルウェーなどの領域も、それぞれ緑色で表示されている。河川は青い線で描かれている。重要な場所には、そこに関連する領主の旗が記されている。当初には、様々な色が使われているが、多くは赤か青になっている。北アフリカ側の海岸を含め、地中海は非常に高い精度で、 表現されている。シチリア島、サルデーニャ島、コルシカ島の相対的な大きさは正確である。ギリシャやキプロスの島々の位置も、おおむねまさしく描かれている。こうした精度の高い表現は、ジェノバ共和国の植民地が、ジェノバの旗で記されている国会にまで及んでいる。南側では、地図制作者の正確な知識の限界が、アトラス産無までであったことが示されている。 他の場所としては北アフリカの大西洋岸とナイル川の下流域が描かれている。航海も赤い色で表現されている。西側ではブルターニュを含むフランスの西海岸、アイルランドとグレートブリテン島の海岸線も概ねまさしく描かれている。しかし大西洋上には実際には存在しないアンティリア島やロイロ島など先行した時代の地図に 表現されていた幻島が色々描かれている。一方、北ヨーロッパは、ごく荒く、また、不正確である。ノルウェー王国には、緑色が塗られている。グリーンランドも描かれているが、その位置は、ボスニア湾の中に位置している。ノルウェーの西に、エスティキティランド島の描写があるのも特徴であり、海岸線の半分ほどが緑色で表現され、3本の 等がある場所が表現されている。ありがとうございます。